いいサイドチェンジですね。室屋に近づいたディエゴ・オリベイラ、真ん中に入れました。セカンドボールに高木が出てきます。ゴール前には東と永井がいました。小川クロス、ここで永井のヘディング、横の揺さぶり、東京成功しました。最後小川のクロスに永井の頭です。振れてますから、はい、なかなかこうね、横から入ってくるボールでこれだけ振られるとマーク見切れないですからね。一番危険なところフリーにしましたね。久保です。巧みな浮き球、永井止めてゴー。ディエゴ・オリベイラが横切った。ディエゴ・オリベイラ、町田がついたが、ディエゴ・オリベイラ、これぞ東京ロングカウンターが成立しました。あっという間に2対0です。ここですよね、久保が非常にうまく冷静に永井につないだことによって、はい、永井もいいタイミングにパス出してますから、ここの切り返し見事でしたね。これだけスペースを与えてしまうとやっぱ前線の2人だけでやっぱ完結しますからね、 FC 東京はね、まあ、先制点を取っただからこそこのカウンターっていうのも生きてきますから、はい、まさにここまでのところ FC 東京のペースでゲームが進んでるかなという感じがしますね。安西のクロス、伊藤翔がいた。セルジーニョから久保が取って、これはエアーと犬がひっくり返った。町田が、ね、町田を抜いた、抜けた、ディエゴ・オリベイラが決めた。チャレンジした犬飼、カバーに入った町田、その2人をあしらったディエゴ・オリベイラ、東京なんと前半まだ30分になってないのに 3-0 です。押されました。これ久保のパスってちょっと意外性があったんですよね、はい、で前でチャレンジしたんですけど入れ替わって、ここも食いついたところまたですもんね、はい、その後しっかりとですね、そこあた見て駆け引きしながらですね、これ後ろ振り返ってんですよね、ディエゴ・オリベイラね、そのぐらいの余裕ありますから、これ今日ねゴールも決めてますし余裕があったんだと思いますけれども、レオシルバもらって内側を安西、レオシルバが打ちました。前節ドリブル突破、今度はロングシュート、2戦連続すごいゴールを決めました、レオシルバです。高萩そして森重ですかね、はい、そこでちょっとボールが見えなかったのかもしれませんね、少し反応遅れましたね。